はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。皆さん、こんにちは。サッカーをとことん愛する男、DJ タムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日ですね、今土曜日の朝に収録をしているんですが、おそらくこの動画が上がるのは今日の夜9時頃を予定しておりますので、もうですね、ヴェルディ戦、マリノス対ヴェルディの試合が終わってる頃なのではないでしょうか。果たしてマリノスは勝っているのか、そしてもまた敗北、暗いムードなのか、どうでしょうかね、DJ 友さん。しっかり応援していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お前、ご飯だ、お前。誰が見んねん、その YouTube。 お王前、どんなんで様しょうの、か、ありがとうございましたって、誰が見んねん、お王様のブランチと。前。王様のブランチ見んな、お前。あんなの見ても、あんまりのすのためになんねえだろ。コパアメリカがやってます。コパアメリカ、ブラジル対パラグアイ、現在やっております。非常にいい試合、ブラジルやはり強いです。現在1分間ぐらい乱闘してます。え、乱闘してんの、まだ。 あんた無音で乱闘見てたら面白くないやろ。まあ、ということでね、本日はもちろん、ヴェルディ戦がどうなっているのかというお話もできればと思うのですが、まずはマリノスの、移籍情報、まあ、こちらからですね、触れていきたいと思います。マリノスですね、まだインの情報は入ってこないんですけれども、アウトの情報が続々と出始めてきております。いや、キューエル監督にカラッカラに干されておりました。吉岡里奈選手は残念ながら韓国のチェジュユナイテッドに期限付き移籍ということになりましたが、まあ、これは DJ トムさん、致し方ないですかね。まあ、致し方ないですよね。韓国に移籍する選手はすごい多くなってきましたね。多くなってきましたね。なんかジュビロからも韓国に行った選手いましたよね。それはもう、もともと韓国でずっとやってた石田正。あー、DJ トムがずっと言ってた人ですね。逆また輸入。戻りました。また韓国戻っちゃったんですね。あまり日本では結果出せなかったみたいですね、そうすると。まあ、そうじゃないですか。やっぱ合わなかったんじゃないですか。まあ、ただ、吉岡里奈選手ね、まあ、国内で欲しいクラブもたくさんあったと思うんですけれども、そんな中で、まあ、韓国への期限付き移籍を選んだということは、もう自身初の海外移籍でもありますし、また、国内にですね、期限付き移籍するよりかは、海外でチャレンジをして、まあ、経験積んで、まあ、QL の解任を待って、帰ってくるっていうことでしょうか。そうですね。まあ、登録名もネットの記事見ると、カイナになって、なんかそれもちょっと心機一転じゃないですか。そうですね、心機一転、吉岡里奈選手。ま、チェジューナイテッドは、K1 リーグで大丈夫ですか。なんか HA とか出てましたね。ACL 出てた。昔。ああ、浦和と、あれか、乱闘繰り広げたやつか。乱闘追っかけ。追っかけか。追っかけチームか。今は K リーグ1で、チェジューナイテッド7位ということで、まあ、注意のチーム。で、まあね、吉岡里奈選手もまた完全移籍じゃなかったというところは、まあ、リサポートしての救いですかね。まあ、戻ってきそうですね。まあ、QL 監督の動向次第では。QL 監督の動向次第では、まあ、吉岡里奈選手、正直、まあ、必戦力になる選手ですし、ね、もっとポジションで場所によっては、全然使って、インサイドハーフ使っても今の状態だったらよかったんじゃないかなっていうぐらいいい選手なので、まあ、ぜひね、まあ、多分このままキューエルがもし続投するとなれば、なかなかまた出場機会得ることは難しいとは思うんですけれども、まあ、なぜここまで吉岡里奈選手が干されてしまったのかっていうところは、ちょっとなんか気になりますよね。まあ、シンプルに QL 監督のあれに合わなかったんでしょうね。なんか何かがあったんでしょうね、キューエル監督にあまりハマらない理由が。同じ左利きで、まあ、その見られる部分も結構厳しいところがあったんですか？見る目も厳しそうですけど、見る同じようなタイプって言っちゃなんですけど、まあ、そうですね、まあ、役割、吉岡里奈選手でしかできない役割みたいなのがあったかなって、まあでもそんなに今の現戦力を、スタメンの選手を見ると、そこまでインパクトはなかったかなっていうのは正直です。まあ、そうですね、特に、ね、吉岡里奈選手の主戦場である、まあ、ツインサイドハーフの部分ですか、あの辺りは非常に層も厚いですし、なかなかね、出場機会を得ることは難しかったとは思うんですけれども、ウイングの部分とか、まあ、あの辺りもね、ベンチ入りしていける実力は吉岡里奈選手だったらあったと思いますし、左サイドバックとかでもね、昨年は出ていてかなり活躍していたので、まあ、そこにはまらなかったっていうのが、
うん、まあ今回この移籍に、なってしまった経緯だと思います。ちょっとキューベルは左利きの選手での左サイドの選手はいろいろいじってますよ。なんか小池雄太選手も左ウィングにコンバートしたりとか、左サイドバックではなんか、なんていうんですかね、頑固に使わなかったりとか、そういったところがあるので変なこだわりがあるんでしょうね。まあまだまだね、外国人選手のヤンマテス、ロペス、まあロペスはあれですけど、まあそこが抜けた時にね、誰っていうのが確立できないですよね。そうですね。まあただこの前の試合で井上健太選手非常に良い動きしておりましたので、ヤンマテス先生の代わりに出ても、まあ、遜色ないプレーはしていたんですけども、やっぱりまだまだヤンマテスと比べるとそのフィニッシュの部分ですね、シュートだったりとかクロスだったりとか、そのあたりがまだ精度がですね、井上健太選手ヤンマテスに比べるとまあちょっと劣ってるかなっていう部分はあるので、そのあたりの改善がもっともっと見られる、結果が井上健太選手についてくれば全然もうヤンマテウスと、交互に使っても問題ないぐらい今あのいいんじゃないですか。そうですね、出場機会は、ね、時間も増えてそうですよね、あんだけ出てれば。そうですね、出場時間も増えているので、あとはもう井上健太選手に限っては、まあ、プレーは良くなったからとはいえ結果がまだまだついてきていないので、そこがついてくればもっともっともう一皮向けられるんじゃないですか。まあ、そうですね、あとゴールとまあ、アシストとそこで絡めればじゃないですか。そうですね、そこで絡めれば全く変わってくると思いますので、まあ、今日もベルディ戦井上健太選手出場機会あると思うので、最初から出てでも脅威でしたし、まあ、特に井上健太選手みたいなスピードがあるタイプは後半途中から出てくるとね、非常に相手からしても嫌でしょうし、マリノスからしても、ありがたい選手になってくるのかなと思うので、そのあたりのちょっとプレーの今日の、結果っていうところに絞ってです、見ていければと思います。であとはまあ吉田真人選手ですかね、マリノスのアウトでいうと、まあ、大分トリニータに期限付き移籍ということで、まあ、武者修行的な感じですか、これは。まあね、これ吉田真人選手はアジア大会とか出たやつ去年、そこでもうちょっと出場機会あるかなと思ったんですけど、そうですね、なかなか出場機会得ることができずに、まあ、期限付き移籍と。で右サイドバックもね、そこまでマリノスとしても層が厚いわけではないので、今は小池龍太選手も怪我していたりとか、まあ、ただ村上雄一選手がこの前のプレーで非常にいいプレーをしていたので、まあ、そういったところでキューベルというか、まあ、マリノスフロント陣としては、まあ、右サイドバックは層が足りていると判断して、まあ、吉田真奈選手を大分トリニータに武者修行に行かせたんじゃないかなとは思うので、まあ、このあたりはちょっとね、吉田真奈選手も、まあ、金谷体育大学出身ですよね、確か。なので、まあ、九州は慣れた地だと思いますので、まあ、大分でね、しっかりと出場機会得て、またマリナスにです、帰ってきてくれることを祈っております。であとは動きとしてはこの前のアビスパ戦で、まあ、チンチンにやられた、まあ、今野選手、レフティですね、レフティの今野選手に、まあ、札幌新潟マリナスが獲得のオファーを出していると。どうですか DJ トムさん、今野選手。いや、なんかヤンマテスに移籍報道出てるんですか。あ、本当ですか。ビトーリアが獲得に興味との報道あり、噂で。あー、なんかサッカートライブみたいな、ちょっとあまりソースが多分薄いところですかね。バックアッパーとかで今野選手獲得できたら面白いなと思ったんですけど、これ入れ替えだったらちょっと嫌でしたよ。入れ替えだったら非常に一番ブラジル人の中で取られたくないヤンマテスを抜かれるこれはもうマリノス危機でしかないですし、まあ、その代わりで今野選手取れるのであればいいですけれども、あれだけアビスパ福岡で調子よくて毎試合出ていて、もう一番の中心選手になってるわけじゃないですか、はい、そんな中でマリノスダブルも食らってここで移籍してくれるのかっていうところはちょっと疑問に思いますけどね。まあマリノスがビッグクラブという、まあ、それは変わらないじゃないですか。まあそうですね、マリノスが、まあ、今のチームの状態は悪いとはいえ、まあね、ここ最近まで優勝争い繰り広げていたビッグクラブですから、まあ、そこに魅力を感じて移籍してくれるのか、はたまた、まあ、今のこの地位これが揺るぐことがやっぱり選手としては怖いと思うので、そのままの残留するのか、まあ、どちらかですよね。まあそうですね、今野選手がでも、まあ、大卒ということを考えるとね、海外への移籍がないわけじゃないですか。そうですね、もうちょっと海外、あとはまあサイズ的にもね、ちょっと今野選手小さいじゃないですか。でもそしたらまあ日本国内でのキャリアアップということを考えるとね、まあ、今マリナスの順位はあれですけど、果たしてどうなるか、ね、そこが。そうですね、あとまあ条件面では新潟がリードと書いてあるので、まあそこもどうなるかっていう感じですよね。あとはマリナスどういった選手を夏に獲得してくるのか、やはりこのポジションのままでいくのであれば
まあ、アンカーっていうところの補強は必須ですし、まあ、ここは国内ではなくて海外から取ってくるしかなさそうですか。まあ、この前僕らが YouTube で言ってたのブラジルの選手、あの選手良さそうですけどね。あの選手とか非常に良さそうですが、まあね、日本のどこのクラブが狙ってるとは書いてなかったので、まあそのあたりの動向も注目していきたいとは思いますが、どうですか。まあ今日他のチームも結構移籍動いてますね。ソルバッケンがもう帰るともうソルバッケン結局帰る、ソルバッケン結局帰るです。無料でなんかレンタルしてたみたいですねなんかポイント貯まってたんですか、レッツ。ポイント貯まってたから楽天ポイントで無料だじゃない無料でごめんなさい、無料でレンタルっていうのはちょっとあれでしたね、誤解でした。無料で貸し出しを受けてた。いや、セルヒオ・ラモスが京都サンガってなんだそれ。嘘でしょ。本当にセルヒオ・ラモスはサンガ行くのだから。サンガ行くの。でも未来への死者風の人もいますわ。何？セルヒオ・ラモスは浦和レッズに行くよ、ファンタジー。うわ、まあ、セルヒオ・ラモスがどこに行くかファンタジーね。で、FC 東京に マティプが来るとか、で、神戸にパウリーノが来るとか。パウリーニョにアンカーやらせて。カゼミロやりたいです、カゼミロ。カゼミロでもいいわ。ミロ、ミロ、カゼミロ。応援歌もできてますから。ミロ、ミロ、デゲネグじゃん。応援歌できてますから。有用すな。ミロ、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 カゼミロじゃない。最後めっちゃ急ぐやん。確かに、でもこんなふざけてますけれども、今日マリノスがもし負けてたらこのね配信はその後に行われるわけですからこの前の配信でもね、皆さん相当怒ってましたからね。皆さん溜まってますよね。かなり溜まってますよね。いやー、でも噂どうなんですかね、抜けてる選手が。いやー、補強があるのかどうかですね、本当に。そうですね、補強は絶対に補強はしないといけないと思いますし、まあ、これでアウトでね2人も出してるわけですから。で ACL もね、秋口から始まってくるわけなので、まあ、確実に補強っていうところには動かなければいけないとは思うんですけれども、まあね、フロント、まあ、西野さんがね来てくれてどう変わるのか、まあ、このブラジル路線っていうところも変わるのか、それとも、まあ、今ねもう5人外国人席、外国人枠はもう5人埋まってるわけですから、もし外国人取るとなったら誰かが出られなくなりますし、ベンチ入りもできなくなるわけなので。確かに、そのあたりも埋まってるのか、はい、考慮して、外国人はね、その1人も2人も2人も3人も取れるわけではないと思うので、まあね、的確に1人誰か補強してきて、1人ちょっともう戦力外通告を出すのか、まあ、それしかないですよね。なんかまた噂が出てますよ。横浜マリノス、ナムテヒ、ウルサンヒョンで獲得試みを交渉は難航。ああ、そう、ウルサンが獲得動いてんだ。交渉は難航してるって。ああ、難航してるんだ。まあでもウルサンはね、ナムテヒ、ウルサンの下部組織出身ですもんね。なので、まあ憧れがあるチームだとは思うので。いや、だから精通してる人いるんじゃないですか、もう、ナムテヒとナムテヒ選手と。絶対いるでしょ。あら、ナムナムナムトンバカラララララトンじゃないのよ。北朝鮮公営放送みたいな喋り方すな。おお、決まったから。いや、決まったからって韓国語風に言うなよ。決まった、ハシモニカ。いや、ハシモニカ誰？キムニカで思い出すけど、橋本健人選手はどこ行くんですかね。あ、橋本健人選手、でもスペインで探してるって言ってましたよ。チャット GPT にワンワンか誰がいいかって言ったら、遠藤渡るって言われて、橋本健人が出てきました。チャット GPT、もう僕らはもうチャット GPT に頼るしかないみたいです。まあ、Fマリノスのワンアンカーシステムは特定の戦術や試合状況に応じて有効の場合がありますが、一般的なチームの戦術としては適切であるとは言い切れません。ワンアンカーシステムは通常中盤の選手のうち1人が守備的な役割を担い、他の選手が攻撃的な役割を持つ形態です。このシステムの適否は、選手、相手チームの戦術や選手の配置、そして自チームの選手の能力に依存します。日本国内ワンアンカーができる選手とかやったら出てきます。日本の選手が出てきます。遠藤航選手とか。出てきました。
出てきました。ふざけてますね。遠藤航、横浜 F ・マリノス所属の選手、牧野智章、FC 東京所属の選手、柴崎岳、川崎フロンターレ所属の選手、原口元気、浦和レッドダイヤモンド所属の選手、どんだけ古い、古いねんっていうか、どんだけもこれ、ダメですね、チャット GPT、ふざけなって話ですよ。おととい来やがって。全然違う、僕の使ったやつと。あ、ほんと？あ、GPT これ 3.5 だからな。マキのトモアギ今ダメでしょ、まあ、ということでそんなこともありますが、今日もねベルディ戦、まあ、果たしてどうなるのか、今のマキの引き抜いてどうすねわなんか来ちゃうやろ普通に。どこに交渉するね白髪しれということでね、まあ、ベルディ戦もまあこのね中2日ですかねで行われますので、おそらくシステム変えてくるっていうことはないですよね多分。さすがにないんじゃないですか、貫いて。さすがにね、まだ、まあ、いっぱいした 2連勝からのいっぱいなので、キューエルもね、そこまで焦ってない可能性がまあ焦ってない、焦ってなかったら困るんですけれども、多分変えてこないと思うので、まあ、これね放送される頃には結果も出ておりますので、まあまあ何としてでも負けないことを祈っておりますし、まあ、負けたら負けたでも割り切って解任するのか、それともなんかやり方変えるのか、していかないと、もういよいよ本当に残留争いに巻き込まれかねませんので、まあ、そのあたりもですね、またもし、まあ、勝っても負けても状況があまり好転していないようであれば、また DJ どもとね緊急討論を行っていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ベルディ順位1個上ですかね。ベルディマリノスより順位上ですから、普通にいいチームですからね。1個だけ上なんでね、追い越せるんで。追い越せるんで、まあ勝てば追い越せますし、まあ、ただいいチームではあるのでね、やられないことを祈っておりますし、まあ、この放送が開始される頃には試合が終わっておりますので、誰、上福監督。これはやられたくない。いや、ラブストーリーを突然にバリのお前、上福監督の反り腰さ。ありがとうございました。ありがとうございます。